2008年のバレンシアグランプリは、ロードレース世界選手権の2008年シーズン最終戦として、10月24日から26日まで、スペインのバレンシアサーキットで開催された。125cc クラス決勝は、年間ランキング2位を決めるためのバトルが展開された。まず3週目には、ランキング4位のステファンブラドルが、ハイサイドを起こしてエントーリタイヤで脱落。続いて8目には、 ランキング2位だったがボールタルマク氏も点灯リタイアとなった。ランキング3位だったシモネコル氏は、ニコラス・テロル、新王者、マイク・ディメディオ、ブラッドリー・スミス、サンドロ・コルテセラとの集団バトルを制し、テロルに0.106秒の僅差でシーズン4勝目を上げ、逆転でランキング2位の座を勝ち取った。250cc クラスでは、新王者、 マルコ・シモンチェリがシーズン6勝目を挙げ、飛躍のシーズンを締めくくった。2位には翌、シーズンモートジッピークラスに参戦する高橋優希が入った。モートジッピークラスは、年間ランキング2位を確定させているケイシー・ストーナーが独走で、シーズン6勝目を挙げた。同じくランキング3位が、確定済みのダニ・ペドロサが2位、新王者のバレンティーノ・ロッシが3位に入った。このレースが、 最後のグランプリとなった中野マヤは7位で完走した。ジュリアン・マーヤスは規定に違反するマシン変更を行ったため失格。ありがとうございます。